どうも、こんばんは、ゆぬめです。今回は久しぶりに駆逐ピエロをやっていきたいと思います。なんでやるかっていうと、今オールがですね復刻しておりまして、特攻がついてるんですね。で、攻撃力が2275っていうかつてない数字まで跳ね上がってるんで、まあこいつの強さをね今一度確かめていこうということで、やっていきましょう。さて、武器耐久値が4しかないんで、オールでブレイクじゃなくて、アニマでブレイクしたいんですよね。なんで、オールをとりあえずアタックポイント、面白なく使っておいて、これね、オールは出血してからが本番なんで、オッケー。で、これでアニマでブレイクをしていきます。で、これで味方に 2.5 倍のバフがかかって、ブレイクバーストで2倍のバフがかかってるんだっけな。で、まだですね、ここで出血しないんで、ここでオールのスキル打ってあげて、まず出血をさせていきます。1.5 倍の10連ダメージと、まあ、武器耐久値はいいや。で、3ターン流血状態なんですけど、オールが持ってるアビリティのおかげで3ターン流血プラス2の出血ターン加算されて、合計で5ターンになるんですね。ということで、1回の駆逐で、こいつのスキル1回打っとけばもう毎ターン出血してるよっていう状況ですね。で、カニキモも今回は覚醒させずに闇の、第一段階のまま使っていきましょう。闇のってこいつ覚醒しても闇か。一発80万ぐらい出てますね。強い。これで、カネキが自分自身の3倍のバフかかってるのかな、今。まあ、今回オールを軸に戦っていくんで、オールの方にスキル回していきますか。オール一発で61万出てる、もしかして。クリティカル出たら、93万ぐらい出てるのかな ?91 万7千。めっちゃ出てるね。カネキもバンバンスキル打ちたいけど、でちょっとスキル打ってみましょう。ジャラ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 、おお、一発138万って出たけど、クリティカルで138万かな。どれぐらい出たんだろう。でムカデを出します。まあムカデはなんか適当に連れてきました。闇がちらっと見えたんで。ムカデも一発30万7000ぐらい出てるね。いい火力出てる。で、またオールを出します。OK ですね。まあ、これをちょっと5ターン続けてみて、1ターン目で7400万ぐらい出てるのかな。まあ、多分、やられるってことはないと思う。武器耐久値も大丈夫だね。ピエロだから。で、例のごとく、またオールのアタックポイントを使ってあげて、で、アリまでブレイクをしていきます。OK だね。やっぱオール強いですね。オールが出たのは、いつだったのかな、あれ。11月ぐらい。死神ハイスが10月ぐらいに出たと思うんで、そこですよね。そこがもうインボケめちゃくちゃ盛り上がったところで、死神ハイスが来て、まさかの死神ハイスみたいになってたところにオールだったからね。あそこかなり盛り上がったね。じゃあ行きますか。またオールに回していくようにね。まだダメ。ザンタ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 ン。させるかよ。オールのねスキルのあの羽角を飛ばした後のあのギラ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 っていう黒い星がギラギラなるエフェクトがすごいかっこいいと僕は思うんですけど、どうですかね。アンシュカーク。オーケー、137万は見える、ね、それ以上は出てないのかな。2ターン目にして1億は乗ってますね。で、また打って、あらよっと。これあれかね、なんかその半角蛇か角蛇かどっちだったか忘れたけど、してるオールは出てくるんだろうか。これ原作でこのクイーン系をさ、刀みたいなクイーン系をこうチャキンみたいな感じで、懐かしいなみたいな。あれ小瓶ちゃんのだっけな。だいぶしくった、しくったわ。普通にいけるかな。オール打って、でアリまでまたブレイクしていく。
コビンちゃんだったかな。あそこのね、刀持ってるオール、あれですよね、出てほしいですよね。アニメで持ってたかどうかはもう僕覚えてないんですけど。させるかよ、シュカー。どう、これ見てやっぱオール好きな方々は取っておきたくなるんじゃないですか、リバイバル。まあ、確定で手に入るチャンスなんでね、本当に欲しい方は今がチャンスだと思いますね。これ、あ、やべ、しくった。これを逃すと次いつ復刻されるか分かんないし、まあフェスだからどうせと、そのうち出るだろう精神では、どんどんこれからもフェスのフェスゲーの数は増えていくからね、どんどん確率は減っていく。よし、あ、やばい、またしくったわ。またやり方ミスった。オールをとりあえず全部消費させて、で、アリマに移行していく。OK。で、撃って。させるかよ。撃って。まだダメ。撃って。で、またアリマさんだね。まあ、多分、アリマは、もうこれ以上多分出ることはないから。残念だけどね。アイマってめちゃくちゃ強いキャラクターだし、この性能だから、まあ、これ以上性能がインフレしちゃうってことはないような気がするんだけど、あってもその今の現状よりバッコーンって強くなるっていうことはないような気もするんだが、どうなんでしょうか。アンシュカーク、ジャラ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 、ムカデ出して、僕が積まなきゃ、ズボボボ。やっぱスキルの時に特徴的な攻撃をしてくれるとなかなか見てて楽しいですよね。クイン系で切るだけとかじゃなくて、ムカデみたいに格念を地面にめり込ましてズボズボズボみたいなとか、誕生日の、あ、やべ、倒れた倒れちゃったか。ピエロって HP 何万ぐらいなんだろうピエロ倒しちゃったんだか。今どれぐらいダメージ出たん、でも2億ぐらいだよね。多分他の人が殴ってたのかな、かなり。まあ、みんなピエロ結構食らいつくかな。まあでも奥行けてよかったわ。奥行く前に倒しちゃってたらちょっとまた奥ダメが、チャレンジがあれだったんで。ダメレポ見てみようか。1、100、1000、万、10万、100万、やっぱ3億だね。うん。そんな30億っていうことは絶対ないと思うから、で多分出てもね、頑張っても10億いくかいかないかぐらいなんで、今の現状で言うと。笹子とか、かなえとか、あそこら辺あたりをうまいこと最適解で立ち回りしてあげれば、まあ俺の無月笹子もかなえも使わない状態で8400万、8億4000万が出てたんで、まああそこら辺のアタックポイントアップとかうまいこと使えば多分10億ぐらいはいくんじゃないかなと思いますね。まあ今回はあと2ターンあったんだけど、1ターンか2ターンぐらいあったんだけど、まあピエロ行っちゃったということで、まあ3億ぐらいでしたね。はい、というわけで、今回はリバイバルで復活している特攻持ちのオールを、まあ、最大限倍率が乗る条件かな、今のところ。で、ちょっと使ってみたんですけど、いやー、強かったですね。一発137万8万ぐらいスキル出たんで、はい、もっと、まあ、今回の駆逐で出てくれればね、一番良かったんですけど、うん、いい立ち回りをして使いたかったですね。光属性の駆逐が出て欲しかったというところでしょうか、感想としては。というわけでお疲れ様でした。今回は僕の大好きなオールを使っての、ピエロ戦でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。